トマです。ミスの方、次のマップ、作成いきましょう。まあ、前回同様、もう1回で全て、終わらせるぐらいのつもりでいきたいと思います。9階はちょっと厄介な部分があるんで、球界の特徴、ね、あ、ラッツもピックしてなかった。ぐるっと回ってくるような回廊に近い形なんですけども、入れないところが結構あるんですよね。で、ワープで細かく繋がってたりするので、マッピング自体はちょっと手間がかかるマップになってますね。まず外側ぐるっともう先に一周だけしてしまいます。で、一周といってもこんな感じになるんですよね。ここまで。正直めんどくさい構造には間違いないんですけど、1階と比べたら単純かな。ワープのつながりとかがちょっと邪魔くさい部分があるというか、あとはね、エンカウントの多さですね。一回と比べるとここはかなりエンカウント率高いんで、エンカウント率が高いというよりも扉が多いんですよ。今回ってるところはまだいいんですよ、全然。ちょっとね、この後歩いていけないところに、前回と同じですね、もう大砲で飛び込むんですけど、そこがちょっと、やばいぐらいにモンスターがいるところなので、6匹だったら大丈夫。警報。あ、ここダークゾーンやったかな。すげえ、無駄な魔法使ったな。よし、じゃあ、ちょっと一回。ここに戻ります。で、隠し扉。ここのマップ自体は結構面白い作りですけどね。今のも見てわかると思うんですけど、一本道延々と走り続けることができるんですよね。
まあ今のご時世ないとは思うんですけど、昔よくあったのがファミコンとかで、リザードリーなんかだったら、マーフィーズ・ゴーストの部屋なんかで、連射機能付きのパッドとかで A ボタンと B ボタンのその連射のタイミングをうまく調整して、で、ボタンを押しっぱにして固定しておけば勝手にマーフィーズ・ゴーストを呼んで勝手に倒してっていうのを延々と繰り返してくれるみたいなのがあって、それに近い遊び方ができますよね、さっきの回路を。ひたすら A タップするようにしておいて、で、ランダムエンカウントだったら宝箱も出ないので、で、ずーっと A 押しっぱなしなんで、前進とこの攻撃の繰り返しだけの動作になるんで、そのまま何らかの形で A タップを放置できれば、多分すごい経験値稼げるんじゃないかなとは。ただ、ちょっとヒーリング用のアイテムは何か必要になるかなとは思うんですかね。回復の指輪全員にも出しておくとか。このね、ランダムエンカウントでダークブルーデーモンがこの辺りからよく出てくるようになるんで、それがすごくありがたいですよね。経験値稼ぎとしては本当にすごいプラスになってくれるんで。さて、では、さっきの続き、いきましょう。ここですね。ここからが、こんな感じで、ちょっと隠し扉が続く通路が並んでます。たくさん来たな。で、あと、残ってるのが、この右半分のスペースと、意外と気づかないのが、一番外側外周一周です。なので、今からちょっとそこへ飛び込みます。このフロアも、石はないので、気にせず、一発で外周行きましたね。石がないフロアなので、もう気にせず、ランダムテレポートを使って大丈夫です。ぐるーっと一周します。はい、一周終わりました。で、中に戻る隠し扉が、一番上の通路にあるので、さっきちょっと、先に開けとけばよかったな。ボタン押しっぱにしてたんで、A タップしたままにしてたから、メッセージ自体がキャンセルされたと思う。気配には気づいてるはずなんで、あ、あった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 。ここ。
はい、戻ってきました。では次はこの内側っていうのを。飛び込んだところで何かできるわけじゃないんやけど。いった。さあ、飛び込みました。ここからが大変。ちょっとここからが本当に大変なところなので。ただまあ、お宝だけちょっと期待してもらってもいいかもしれないです。本当に、この辺りからいいものが出るんで、ここに隠し扉があるんですけども、これだけはちょっとなかなかね、こういう危険な存在が出てくるので要注意で。素早さを考えると、まあ、可避時に、そうだな。忍者にマジックスクリーンをちょっと使わせておいて、本当はね、こんな面倒なこと考えなくていいんですけど、で、セムズが、ブレイク。アノルがブレイク。そして、コルタス。は、ニュークリアブラスト。よこれで、まずブレイクスクリーン入りますね。これで一人使ったも十分なんですけどね。このレベルだったら。で、あとはもうこれで、自分一掃で。で、もう経験値がっぽり入ります。こんな感じで316万。誰に今罠外させた？まずい。ああ、よかったよかった。あれ？今誰に罠を外させたっけな？時々ね、ちょっと、が、ちょっとそこだけ、最後、ね。一応今回の目標としては、この地下9階全部マップ完成っていうので、まあ、達成はしたんですけど、地下10階と9階は宝箱が、まあ、この、一マスの小部屋が続くところをね、使い続けたら、すぐに宝箱はいっぱいになるんですけど、地下10階が、確か、左側の最初の部屋だったかな？ちょっとこれめんどくさい。地下10階が、宝箱はこう、エンカウントあるんで出るんですけど、アイテムがこう、出ない場合っていうのがすごく多いんですよ。で、それに関してこうやってあるんですね。
どこよりも深く、どこよりも得られる数は少ないが、どこよりも得がたいものがどこよりも得られるところ。なのでここは本当に迷宮の最奥にあたって、で実際今一戦して、まあ宝は何も出なかったみたいに、本当に経験値だけで終わるっていうことが結構多いんですけど、アイテムが出た時のそのアイテムのレア度っていうのはもう間違いなく一番かなっていう、それがこの地下10階なんですよね。さすがにちょっと鬱陶しいのがいっぱいいるから、マジックスキン使っとこう。メガファイアラッシュ食らうからな。このメガファイアのラッシュで運が悪いと200ぐらいはダメージ受けるんで、もう一つの方法は一番早いキャラクターにブレイクスクリーン使わせて、ニュークリアブラストとかメガサンダーでもう全部吹っ飛ばすっていうやり方もあるんですけど、それ行動順によっては、先に攻撃呪文行ってしまうんで、でここはメタルスラッジ1体だけで出てきます。で今このレベルだったらもう物理攻撃で倒せるんですけど、初めのうちは多分難しいと思うので、ブレイクスクリーン重ねがけして呪文っていうのが無難ですね。でここのメタルスラッジ時々貫き丸落としてくれます。では宿屋に最後泊まりましょう。全員レベルの上がり方がちょっともうおかしいんで、9階の小部屋回るとこんな感じでレベルが上がるので、コルタスヒットポイント500台だったのが700まで上がりました。で、まあ、これを繰り返していくと、アイテムが揃うのと、レベルがまあ、どんどん上がっていくっていうので、表のね、クロザンニウムだけで集めてたら大変なので、もう、クリア後はほんとこの砂漠の穴か、あともう一つ、またいずれ挑戦しますけど、キブマの塔と、そこでアイテム稼ぎに、最適かなと思いますので、そこをまた順番にマッピングしながら紹介していきたいと思います。ということで、今回の動画はここまでとなります。ミズの動画の方まだ少しずつですけども続けていくつもりなので、ぜひともまたチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では、今回の動画はここまでとなります。どうもご視聴ありがとうございました。